中島力造中島力造1889年、イエール大の学友と中島力造大正7年12月21日は倫理学者。同志社英学校最初の学生の一人で、開校当初、元良雄次郎、上野栄三郎と共に真っ先に駆けつけた。10年の海外留学を経て、日本における倫理学の先頭となった。丹波国天田郡福知山出身。 京都府平民、中島勘右衛門の長男として生まれる。反立巡明館にて漢学を修行後、父親の勧めで神戸で英学を学ぶ。明治8年に新島城の勧めで同志社英学校の第一期生として入学。哲学を学ぶつもりが宗教職が強いため大学を考えていたところ、津田線の要請を受けた新島により学能者の教師に推薦され、 明治11年に同志社を退学し上京。この前年に、最強、第二公会で受選。明治13年、渡米。オハイオ州のウエスタン・レゾルス・アカデミーに入学し、1884年に、卒業。イエール大学進学科に進学し、1887年に、卒業。翌年哲学科に進み PHD を取得。イエール大学哲学士講師を務め。 1888年にイギリス、ドイツに留学。明治23年に帰国し、第一高等学校講師を経て、明治25年、帝国大学文科大学教授に就任。心理学、倫理学、論理学の第二講座を担当した。日本に初めて T.H. グリーンの思想を導入。その普及に努め、功利主義から理想主義への倫理学の拡充を図り、 倫理学の学としての独立性を確立した。パーソナリティやパーソンの役語として人格を定着させたのも彼の功績である。1918年、心不全と肺炎のため死去。妻の小春は、廃人の王の社畜の慈死。長女、周は、高根秀夫の三男、昇るの妻、次女、愛は、実業家の川上義美氏の妻、三女、貞子は、 物理学者の竹内時代の妻となった。ABCDE 中島力造佐野康と同志社人物伝、同志社大学 AB 中島力造、人事更新録、第4版、大正4年1月、ハット AB 同志社三脈編集委員会編、同志社三脈明葉、書房、2003年、114から115ページ、ハットリトシナガ、 自転有名人の死亡診断金大変付録、近代有名人の死因一覧20ページ、高根昇、る人事更新録、第8版、昭和3年7月、官報第2776号、除人及び、事例1892年9月27日、官報第5839号、除人及び、事例1902年12月18日、 漢方第7394号、除人及び、事例1908年2月22日、ありがとうございます。